ハイヤーゲームは日本の競争は、主な価値案に2004年青葉賞、2007年、鳴沖年、記念。2001年の搭載セレクトセールにて1億5000万円で落札された。場名は直訳すると高度な戦いであるが、この場合は転じて大使を抱くという意味のフライアットハイヤーゲームから来ている。左回りの東京競馬場の競争を得意としていた。2003年。 デビュー前から、ブラックタイド、ハーツクライともに、この年のサンデーサイレンス3区として、期待を集めデビュー戦を勝ち上がる。しかし、一流の決闘とは言えない北海道所属であるコスモバルクに連敗を喫してしまう。2004年青葉賞では、後のキッカ賞馬デルタブルースらを相手にレースレコードで優勝し、重賞初勝利を記録、続く東京優秀でも3着と結果を残した。 しかし、同馬が GI 競争において入着を果たしたのは、これが唯一のものとなり以後入着級のレースが続き、ダート戦への出走も行われたが、結果は出ず、頭打ち状態の成績が続く。2006年4月のメトロポリタンステークスにて2年ぶりの勝利を挙げるも、その直後に右前浅く県へを発症し1年半の長期休養に入る。 復帰3戦目となる2007年12月の、ナルオ記念を制止約3年7ヶ月ぶりの、重賞タイトルを獲得すると、翌2008年には、アジアマイルチャレンジのシリーズ登録を行い、マイル路線中心に使われるが、勝ち倉までには至らずナルオ記念以降は、未勝利に終わり2009年12月に、現役引退となった。引退後は、北海道日高町のブリーダーズスタリオンステーションにて、 種ボバとしてつなぎをされる。2012年の種付けシーズン終了後に北海道ニーカップ町のビッグレッドファームへ移動した。ありがとうございます。